ジョン・セカダは、キューバ系アメリカ人のシンガーソングライター。セカダは、キューバのハバナで生まれ、アメリカのフロリダで育った。1992年に、英語圏でデビューしてから、グラミー賞を2回獲得し、2000万枚のアルバムのセールスを記録している。セカダの音楽は、ファンク、ソウル、ポップとラテン音楽を融合させたものである。セカダは、ソングライターとしても働いており、 クロリア・エステファン、ジェニファー・ロペス、リッキー・マーティン、マンディ・ムーアや他のアーティストなどに楽曲を提供している。セカダは9歳の時に両親と共にアメリカ合衆国へ移り住み、10代の頃に音楽に関心を持つようになった。多様な文化が共存するマヤミで、セカダはサルサやメレンゲに触れた。さらに、バリー・マニロー、マービン・エー、ビリー・ジョエル、エルトン・ジョンや、 スティービー・ワンダーといった R&B やポップミュージックに関心を持った。1979年にセカダは高校を卒業した後マイアミ大学へ進学した。大学ではジャズミュージシャンとして学び同時にソングライターとしての技術を習得した。1980年代後半、グロリア・エステファンはセカダをバックコーラスのシンガーに採用した。さらにセカダは エステファンの楽曲を制作するようになり、例えばグロリアのナンバー1ヒット曲である1991年のカミングアウトオブザダークのバックコーラスを歌い、共作者として名を連ねている。エステファンのカミングアウトオブザダークツアーに参加している時にソロでパフォーマンスする場を与えられるようになり、そこからソロ歌手としてのキャリアが始まった。セカダは2011年に セリアクルースプラザに星が置かれた1991年に、セカダは、ファーストネームをジュアンからジョンに変更した。翌年、セカダは、セルフタイトルのデビューアルバム、ジョンセカダを発表し、世界中で600万枚の売り上げを記録し、アメリカでは、トリプルプラチナを認定され、ビルボード200アルバムチャートで15位を記録した。さらに、シングル、ジャストアナザーデーは、アメリカとイギリスで、 ナンバー5ヒットとなり、エンジェル、I am free, Do you believe in us? Do you really want me? といったトップ30ヒットを連発した。スペイン語バージョンのセカダのソロアルバム、オトロリアマ出身ベルトは、1992年のラテンアルバムでナンバー1を記録し、グラミー賞の最優秀ラテンポップアルバムを受賞した。1994年に発表されたセカダのセカンドアルバム、 ハート、ソウル &A ボイスにはマイアミサウンドマシーンのメンバーやトランペット奏者のアルトゥーロ・サンドバル、バックコーラスでベティ・ライトが参加している。このアルバムもアメリカでプラチナを認定された。シングル、If You Go はトップ10ヒットとなり、映画、スペシャリストのサウンドトラックにも収録されたメンタルピクチャーはトップ30ヒットとなった。1995年に発表された、 サードアルバム、アモールは、セカダにとって2回目となる、グラミー賞を獲得した。セカダは、シーズ・オール、アイエバーハット』という楽曲を共同で制作し、この曲は、リッキー・マーティンの1999年のアルバム、リッキー・マーチンに収録された。この曲のスペイン語バージョンにあたる、ベイリャという楽曲は、ジェニファー・ロペスに提供され、1999年のアルバム、 オンザロックのヨーロッパ版、ボーナストラックに収録され、セカダ自身も、ソングライターとしてのみではなく、プロデューサーとして、名を連ねた。さらに、マンディ・ムーアへ2曲を提供し、これらの曲は、ムーアのセルフタイトルのアルバムに収録された。2001年には、エンリケ・イグレシアスのアルバム、エスケープに収録されている、Don't Turn Off The Lights と、Love フ o にバックコーラスとして参加している。 1990年には日本の歌手松田聖子のアルバム聖子に楽曲 d ー a v ットアップ t ーフェイトを提供している。セカダはフランク・シナトラのアルバムデュエット2のザベストイズイエット2カムでオペラ歌手のルチアーのパバロッティと共にシナトラとデュエットした。1995年、セカダはブロードウェイのミュージカルグリースで主役を演じた。 ブロードウェイには2003年にもサム・メンデスのキャバレーに出演した。2004年の秋、アンドルー・ロイド・ウェバーとティム・ライスのミュージカル、ヨセフ・アンド・ザ・アメージング・テクニカラードリーム・コートにヨセフ役で出演した。2007年11月30日、フロリダのディズニー・ワールドのマジック・キングダムで行われたクリスマス・パレードにセカダは参加した。2011年6月3日、 ニュージャージー州ユニオンシティにあるキューバ系アメリカ人のコミュニティであるセリアクルースプラザの名声の道にセカダの星が置かれた。100円。ありがとうございます。